自分の楽曲やトラックにマッチするリバーブって、リバーブタイムとか、タイプであるとか、そういったリバーブ本来の響きだけでなく、その前段もしくは後段に位置する EQ 処理がめちゃくちゃ大事になってきます。ただトラックによってですね、耳障りの帯域やマスキングする帯域が異なるため、それをですね、一般的な、リバーブのプリセットのみで対応するのはほぼ不可能。必ず手動での EQ 処理が発生してしまいます。それをネオバーブでは自動で設定してくれて、トラックや楽曲にマッチした濁りのないクリアなリバーブに整えてくれる。つまりですね、自分だけの自分の楽曲に合ったプリセットをたった数クリックで作ってくれるってことなんですよ。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、 DTM 楽しんでる皆さんにぜひ使ってほしいリバーブプラグイン、アイソトープのネオバーブを、紹介したいと思います。僕は過去の動画でも話しているように、設定が難しいことからリバーブの中でもですね、アルゴリズムリバーブはですね、敬遠しがちなんですが、今回紹介するアイソトープネオバーブは、僕が難しいと感じるポイントをですね、特徴的な機能によって誰でも簡単に扱えるようにしてくれています。本当にですね、リバーブ式の高さを低くしたいというメーカーの思いをバッチバチに感じるとんでもないリバーブなんですよね。ということで今回は、DTM を楽しんでる皆さんにぜひおすすめしたいリバーブプラグイン、アイソトープネオバーブを、紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。今回紹介するネオバーブはアルゴリズムリバーブになります。アルゴリズムリバーブはですね、パラメータの設定以下で多種多様な残響を作り出すことができるため、自由度が高いリバーブと言えます。ただ自由度が高い分、意図した残響を得るための調整が難しいという欠点があるんですよね。そのため過去にアップした動画で、こういったですね、アルゴリズムリバーブを使う場合、まずはですね、自分好みやイメージする残響に近いプリセットを選んだ上で、ごく一部のパラメータだけをまずは意識して調整することをお勧めしました。ただこのやり方には欠点があって、好みの残響、楽曲にマッチした響きが得られるプリセットがなかったらお手上げなんですよね。で、楽曲にマッチしたプリセットがないんであれば、それを作ってしまおうというのがですね、アイソトープネオバーブの他にはない最大の特徴で、リバーブアシスタントという機能によってどのような残響にしたいのか、自分のイメージを伝えるだけで数秒後にはイメージにマッチしたリバーブができてしまうんですよ。で、リバーブアシスタントでは3つのパラメータの組み合わせによってリバーブの基本的な方向性を決めます。で、まずここのスタイルではリバーブの基本的なキャラを決めます。左に持っていけば初期反射音の多いフェアナリ中心のサウンド、右に持っていけばホールで鳴っているような複雑で壮大な反響が得られます。で、このスライダーでイメージしているリバーブのキャラをまずは決めます。で、リバーブアシスタントではですね、このようにリアルタイムでサウンドを聞きながら調整できるポイント高いんですよね。で、次にここのサイズでは、先ほどスタイル設定したリバーブのキャラをもとに空間のサイズを設定します。で、次にここのトーンではですね、文字通りリバーブのトーンを調整します。で、駆け足で説明しましたが、音を聞きながらリバーブの基本的なキャラ、サイズ、トーンをですね、調整するだけです。設定が完了したら NEXT を押してトラックを再生します。で、やることはですね、たったこれだけです。実際にですね、音を聞いてみましょう。リバーブアシスタントで作ったリバーブを聞いてもらうと分かるように、めっちゃクリアで濁りが全くないと思うんですよね。で、このクリアな質感がネオバーブの最大の特徴で、実はですね、僕たちがリバーブを使う上で最も難しいポイントをネオバーブのリバーブアシスタントがすでに処理してくれているからこそ、このようなクリアな質感に仕上がってるんですよ。で、その秘密がですね、ここの2段画面の EQ、プ
プリ EQ とリバーブ EQ にあります。で、プリ EQ ではですね、リバーブ入力前の原音から濁りやレゾナンス、耳障りなる帯域をあらかじめカットして、リバーブ EQ ではですね、原音とリバーブがマスキングする帯域をカットしています。で、これによってリバーブの質感をトラックに合わせて楽曲に馴染むクリアなリバーブを実現してるんですよ。で、正直ですね、初心者の方だけでなく、ある程度 DTM に慣れてる方であっても、リバーブが馴染むように不要な帯域を手動でカットするのってめっちゃくちゃ難しいと思うんですよね。それをこのネオバーブでは、リバーブアシスタントによって入力ソースを解析して、プリ EQ とリバーブ EQ を自動で設定して濁りを取ってくれるんですよね。だからこそトラックや楽曲に馴染むクリアな質感に仕上がってるんですよ。自分の楽曲やトラックにマッチするリバーブって、リバーブタイムとか、タイプであるとか、そういったリバーブ本来の響きだけでなく、その前段もしくは後段に位置する EQ 処理がめちゃくちゃ大事になってきます。ただトラックによってですね、耳障りの帯域やマスキングする帯域が異なるため、それをですね、一般的な、リバーブのプリセットのみで対応するのはほぼ不可能。必ず手動での EQ 処理が発生してしまいます。それをネオバーブでは自動で設定してくれて、トラックや楽曲にマッチした濁りのないクリアなリバーブに整えてくれる。つまりですね、自分だけの自分の楽曲に合ったプリセットをたった数クリックで作ってくれるってことなんですよ。で、もちろんですね、作成したプリセットからより詳細に追い込んでリバーブを作ることもできます。で、ネオバーブではですね、タイプの異なる3つのリバーブをブレンドする形でリバーブを作っていきます。で、ここのですね、アドバンスのパネルでそれら一つ一つ詳細に設定することもできます。ただこの辺はですね、本当にリバーブに慣れている人以外ノータッチで個人的にはいいと思っています。動画の最初の方で話したようにですね、アルゴリズムリバーブは自由度が高い分、設定が煩雑で意図した残響を得るための調整が難しいんですよね。なのでリバーブに慣れていない方がですね、触り出すと収集がつかなくなってしまう可能性があるんですよね。なのでまずはですね、リバーブアシスタントでトラックや楽曲にマッチしたリバーブを作って、ドライウェットバランスに気をつけながら使ってみる。そして慣れてきた時に初めてですね、アドバンスのパネルで各リバーブの設定を変えてみる。その時もですね、いきなり全部をですね、触ろうとするんじゃなく、以前アップした動画で話しているように、まずはですね、プリディレイやリバーブタイムといったリバーブにとってコアなパラメーターをまずは触ってみるのがおすすめです。このようにですね、リバーブを使いこなす上で必要な知識や要素を特徴的なリバーブアシスタント機能によってほぼ自動で網羅できてしまうのがネオバーブのすごいところで、リバーブというエフェクトの敷居の高さを低くしてくれている最高のですね、リバーブプラグインだと思います。これほど使いやすく、トラックや楽曲にマッチしてクリアで透明感ある残響を得られるリバーブはですね、他にはないと思います。本当に皆さんにぜひ使ってほしい、そんなリバーブですね。ではまた。